バラ様、王国の最後の部隊が要塞に到着しました。ロングランドの戦士たちも集まってるよ。新たにこちら側に着いた帝国兵も含めて準備はできている。こちらの全ての戦力が集結したってことなのね。帝国との最後の戦いが始まるんだな。勝てるだろうか。いや、勝たなければならない。それじゃ王女さん、デートに行こうじゃないか。私、精一杯戦いますわ。アクリーンも、アクリーンも、みんな、ありがとう。必ず勝ちましょう。進軍の前にパラ女王からみんなに話をしてやってくれ。その方が士気が高まるだろうからな。ファラ様、私が最後までお守りします。ファラ、この戦いに勝って戦争を終わらせよう。むむ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 。王女さん、俺が勝利をプレゼントしてやるぜ。約束する。見ててね、私の活躍。バラさんは私のライバルなんですから、しっかりね。バラちゃん、お姉さんも頑張るわ。この世界の平和のためですものね。ランカスタのためにとっても未来が決まる戦いなんだ。お嬢ちゃん、行くよ。ファラ女王、このザイツ、あなたと共に戦えることを光栄に思う。セレスティアの王国兵の皆さん、ロングランドの戦士の皆さん、そして仲間になってくれた帝国兵の皆さん、ここに集まってくれたことに深く感謝します。私たちはこれから帝国との最終決戦に臨みます。厳しい戦いになるでしょうが、私たちは勝たなければなりません。王国も帝国もランカスタの民もみんなが争うことなく暮らせる世界、それを実現するために、だから皆さんの力、私に貸してください。ベルティアナ帝国、帝都ウィルドへ向けて出発します。ここは我らにお任せを。ファラ様は先にお進みください。ファラ女王、デルティアナ城は帝都の一番奥だ。みんな、城を目指しましょう。ダディウスとグラナードは城の最上階、皇帝の間にいるはずだ。みんな、もう少しだけ私に力を貸してください。もちろんですとも、ファラ様。王女さんもためならえんやこらってね。さあ、行くぜ。帝国の敵ファラ女王、ここは通さない。新皇帝ラディウス様のために貴様を倒す。油断するんじゃないよ。これが私たちの力よ。我らはラディウス皇帝についていくしかないんだ。それが間違いであっても。
ポン。さあ進みましょう。頑張ろうね。皇帝陛下の正義こそが帝国の正義なのだ。油断するんじゃないよ。ラディウス。来たか、ファラ女王。そして我が兄ディラン。ラディウス、あなたを守るためたくさんの兵士が戦っています。帝国が間違っていることに気づいているのにもかかわらずです。こんな戦いにもう意味はありません。ここで終わりにしましょう。そうだラディウス、女神クラビスの力なんてもう必要ない。17年。後継ぎ争いを恐れたグロッケンは弟の俺を辺境の塔へと幽閉した。昼間でさえ薄暗い塔、そこで過ごした17年という年月、それがどれほどの苦痛であるかお前たちにわかるか。ただ後に生まれたということだけで存在さえ許されない、そんな気持ちがお前たちにわかるのか。さあ決着をつけよう。ファラ女王、ディラン、お前たちを倒し俺は全てを手に入れる。このルーンハイム、真の皇帝の座を、そして女神の力を、それこそが俺が存在する証となるのだ。なぜだ、俺の方が強かったはずなのに。ラディウス、私たちは一人じゃない、たくさんの仲間がいます。そして数えきれないたくさんの人のために俺たちは戦っている。だから私たちは負けないの。生まれた時からお前に負け続ける、それが俺の運命なんだな。だとしたら生きている理由もない。ファラ女王、ディラン、俺を倒しこの戦争を終わらせるんだな。決着はつきました。その必要はありません。ラディウス、あなたがたった一人のディランの家族なんです。そうだラディウス、だからもう争うのは終わりにしよう。ディラン、ファラ女王、俺はみんな、これでいいかな。立派よ、ファラちゃん、ディラン君。二人がそう決めたなら文句はないぜ。グラナードがいないのが気になるが、奴とて帝国の後ろ盾がなければ大したことはできないだろう。すぐに探し出し捕らえるよう手配しよう。さあお嬢ちゃんの勝利を帝都に知らせなきゃね。これで戦争も終わる、平和を取り戻せたのね。集まった帝国の民の前でディランは自分が皇帝となることを宣言した。そして戦争を終わらせてランカスタの民とも良好な関係を築いていくことも、恐れていた帝国の民の反発もなかった。みんな心の底ではそうなることを望んでいたのだろう。こうして私たちの長い戦いは終結した。こうやって
帝国のお城にいると本当に戦いが終わったんだなって実感するな。きっと王国のみんなも喜んでる。本当によかった。あ、誰か来るみたい。